ハルマニョールと並んで代表的な革命家の一つ。1790年5月に歌われたのを最初の記録とする。その後、革命後期に至るまでいくつかの言い回しの変化を経て、今日知られる有名なものとなった。アサイラ、またはアサイラとも表記する。原曲は、ルカリオンナショナルという人気のあった。 コンンントトルルルダンス曲曲でテアトルボーージョレののバイオ奏者のベクールが作曲したこの曲は、王妃マリーアンとはネット自身もしばしばクラブさんで演奏したと言われている。オリジナルの、サイラはこの曲に、兵士出身の辻歌手ラドレが即興で自作の歌詞をつけたと言われている。この曲の題名と反復句は、大陸会議の代表として、 フランスで大変人気のあったベンジャミン・フランクリンの影響を受けていた。彼はアメリカ独立戦争について尋ねられるといつもいささか怪しいフランス語であ、サイラ・さ、イラと答えるのだった。この歌は1790年7月14日の全国連盟祭の前の手押し者の日の期間に大いに広まった。しかし14日の夕方、 にわか雨に見舞われて散会した時に、ある共和主義者の市民が、貴族は街頭に吊るせという繰り返しの句を入れ、民衆の興奮が爆発する結果になった。1790年の全国連盟祭、天夜湾ン夜の大騒ぎと題する1793年の、ルイ16世の処刑の風刺が、空を飛び交う悪魔たちがドラムを叩きながら、サイラと歌う。 フランス革命も後期になると、サンキュロットによって歌詞がより過激なものに変化した。オリジナル版が、貴族や聖職者の支配を排除し、民衆の正義を実現するといった内容であったのに、対し、貴族や聖職者の処刑を、はっきりと叫び、求める内容になっていった。この歌は、恐怖政治の時代の後も生き残った。そして総裁政府の時期には、 ショーの前に歌うことが義務づけられたが、失声制服期には禁じられた。ありがとうございます。